我们请站立哈。所以，我们把国旗的活动，我来致谢。奉主耶稣圣名祷告。哈利路亚，圣名によってお祈りいたします。慈爱的天父真神耶稣基督。慈爱なる天の父まことの神イエスキリストよ。我们诚心诚意感谢颂赞你。私たちは心とまことを持ってあなたに感謝いたします。在从早到现在，我们带着疲惫的身子，还是继续撑下去。私たちは朝から今に至るまで疲れ切った体を持っていますが、それでも今またこうやって集会しています。越到最后的关头，我们越需要耶稣基督，你赏赐力量给我们。私は最後の時になればなるほど、あなたが私たちに強い力を与えてくださると望みます。因为人的体力有限。なぜならば人の体力では限りがあります。但是神的能力无限。しかし神様の大いなる力は無限です。在有限的体力，有神无限的能力。力ある限りある体力ですが、神様の大いなる無限なる力によって、我们绝对能够重新得力。私たちは絶対に新たに力を得ることができます。我们现在要继续的往前走。今私たちはまっすぐ前に向かいます。我们要靠着耶稣基督你所赏赐的信心。私たちはあなたから与えられたこの信仰を持って、我们才有办法永渡约旦河。そして私たちはこのヨルダン川を渡り切ることができるんです。所以主耶稣你带领我们之外。ですからイエス・キリスト私を導く以外にも更是需要你赏赐宝贵的信心。願いは私に尊い信仰を与えてください。让我们像182首里面所唱的。私たちが歌った182番の曲の中のように。我一心信靠我恩主。私は一心に恵みの主に信じて頼る。我要往前走。往前走。私は前に進みます。前に進みます。ハレルヤ。アーメン。ハレルヤ。アーメン。请坐。どうぞ書きください。看《约书亚记》，约书亚记を見ましょう。第三章，第三章，十二节，十二节。约书亚记三章十二节，约书亚记の第三章十二節。你们现在要从以色列支派中拣选十二个人，每支派一人。それゆえ今イスラエルの部族のうちから部族ごとに一人ずつ合わせて十二人を選びなさい。等到台普天下主神约柜的祭司把脚站在约旦河水里，约旦河的水就是往从上往下流的水，必然断绝，立起成雷。全地の主なる神の箱を各祭司たちの足の裏がヨルダンの水の中に踏みとどまるとき、ヨルダンの水は流れをせき止められ、上から流れ下る水はとどまってうず高くなるであろう。十五节，十五节，他们到了约旦河，脚一入水。好，看到这里。十五节，箱を書く者がヨルダンに来て、足を書く最初、足が水側に浸ると同時に。十六节，十六节，那从上往下流的水便在极远之地撒拉旦旁的亚当城那里停住，立起成雷。上から流れ下る水はとどまって、遥か遠くのザレタンの傍らにある町アダムのあたりでうず高く立っていた。现在看到脚一入水这一句话是我们。这一堂的主题。まあ、今日 この時間のテーマとしては、足が水の中に浸った時に。我们如果有看到摩西带领以色列百姓过红海的这个故事、まあ、皆さんがモーセが、イスラエル人たちを導いて航海を渡るという物語を知っているならば、如果我们没有忘记这个故事、もしこの物語を忘れていなければ、我们现在来一个头脑体操。で今ちょっと簡単な頭の体操をしましょうか。因为老人家一直讲到你们都睡了。现在换你们讲给我听。まあ伝道者も今ずっと話し皆さん眠ってしまうかもしれませんが、今反対に皆さんが私に想睡觉的人讲给我听。眠い人は这样你才会有精神呢。そうすれば目を しっかりとできますよ。好，摩西过红海是怎么过的？モーセが航海を渡るときどうやって渡りましたか？从刚才我们这里所看的、所描述的，要找一个对比出来。まあ、先ほどの私たちが話したものの中において一つ対比を出してください。祭司的脚一入水中，水马上就停住。祭司の足が水の中に浸したと同時に水が止まったと。好，摩西过红海呢？だからモーセが航海を渡るときは、はい、什么？大声一点。太小声，大声一点。我都听得亏的。年纪大，重听。ごめんなさい。すみません。お願いします。大声一点。
翻译大声一点，拜托。翻译大声。翻译大声。不是，请他们翻译说，请他们大声一点。大きな声でお願いします。大きな声でお願いします。把杖伸出来，海里一指。对不对？杖を上げて差し伸べたんですね。所以你就晓得神要求我们走天国路进迦南的标准是越来越高。ですからこの天国の道を歩む中にあって、その基準がだんだんと難しくなってくるんですよ。过红海，大家都吓破胆。まあ、後悔を与えることで皆さん恐れのおのいでいる。神怎么告诉摩西的？神様はどのようにモーセに言いましたか？还记得吗？まだ覚えていますか？记得在哪里？どこに書いてありますか？很好记。本当に簡単ですよ。赶快告诉我那个圣经节。私に教えてください。记得在哪里？创世纪、出埃及、利未记、民数记、生命记，在哪里？创世纪、民数记、生命记。出埃及记。出埃及记。第几章第几节？何章何節ですか？啊？哎，对。哎，赶快，余额代表大家。余额。老同工，回来。有用有用，是不是？哎，有用是是呢。蛮熟的呢，一个人懂就全部懂了。这个老头子。一个人懂了，全部懂了，同じです。嗯，玉和代表大家让我安慰哈，没有错。十四十四，把它记起来。嘛，有用小，有用是覚えてください。不用怕，恐れることはない。后有追兵，前无去路，后有追兵，死路一条，不用怕。嘛，前に行く道はなく、後ろから追ってきて、ただ死ぬことしかないけれども、恐れるなと。这时候是神替你打仗。この時、神様があなたのために戦うんですよ。只要摩西把拐杖举起来、往海一指就好了。モーセが杖を上げて海辺の方に差し伸べればいいんですよ。现在不一样了。今は違うんですよ。约旦河、ヨルダン川。战过两岸。まあ、両岸まで失敗になってる。又从亚当城要把你冲到死海。そしてアダムの町からこの水が流れてあなたを死の海に乗せ流そうとする。イエスや、ヨシア、ヨシアと。你有没有摩西那根杖啊？このモーセの杖を持っていますか？赶快再指一指吧。すぐに差し伸べてくださいよと。不一样就是不一样了。違うものは違うんです。你以前是幼稚班。あなたは幼稚班でした。你以后要幼年班。そして幼年班になる。你以后要少年班。それからは少年班。你再来要初级班。そしたら初級班に。你再来要高级班。そしたら高級班。现在是成人班。今は成人班となると。一定要进步。必ず成長しなければならない。婴儿生出来。子供が生まれてきて。要吃奶。ミルクを飲みます。再来要吃干粮。そしたら次は乾いたものを食べる。以前吃。番薯球泥，番泥你说，番泥，啥子番芋你说？好了好了，现在又可以吃什么什么饼？忘记了，海蛎饼怎么讲？海蛎饼，嗲饼，嗲饼啊，吃嗲饼配嗲风，嘛还不够，现在要吃牛排。没嘛，是吃 steak 台北人的多。这就是越来越高层，食物越来越硬。まあ、このようにですね、物がだんだん高くなっていって、そして食べ物自体もだんだんと硬くなっていくんですよ。越来越壮。そしてより強くなれるんですよ。木下奶奶哦，不听话了，不乖了。まあ、只有传道敢讲他，你们都很尊敬。这个传道不尊敬。我一天到晚念木下奶奶，你不听话，一天到晚翻出求你，翻出求你。まあ本当に木下さんのおばあちゃんは本当にもう言うことを聞いてくれないと。皆さんはまあ言えないかも、尊敬して言えないかもしれない。私は本当に言いますよ。营养不够了。栄養が足りないんですよ。对。这个番薯有排毒哦，排毒全部都排光了。但是你把毒气排光，你也要有营养。まあ本当にさつまいも食べることは確かにその体の中にある汚いものを出すことはできるんですけども、ただ栄養が取れていない。所以我们在属肉上这样，属灵上更要这样。ですから肉の上だけではなく霊的な上においてもさらにそれ以上のことをしなければならないんですよ。所以你不要。哎，布道会啊，布道会的道理都很好。来信耶稣有平安，来信耶稣会祝福。ですからまあ、レオン伝道がいいですよと、ここに参加すればまあ平安がある、祝福されると。灵恩会就没有啦。しかしレオン会はないと。来信耶稣要过伯拉大河，要过红海，要过约旦河。まあレオン会ではこれイフラテ川を渡って、紅海を渡って、それからヨルダン川も渡らなければいけないと。过约旦河还有迦南七族等你。そしてヨルダン川渡った後、カナの七つの民が待っているんだ。并且过约旦河是怎么过的？またヨルダン川を渡る時どういうふうに渡るんですか？把这一句话要记起来。この言葉を覚えてください。祭司把脚踏入水中啊。祭司が水の中に足を浸した時。我们已经讲过了。私はもう話しました。津波一来，大家都跑啊跑啊。まあ、津波が来たら、みんなそれぞれ逃げ出していきます。河水涨过两岸啦。この川の水が両岸高くまで立ってるんですよ。本当にもう逃げましょう逃げましょう。神对百姓的吩咐是怎么样？神様は民たちに何と言いましたか？扛起约柜。この契約の箱を担ぎなさい。把脚踏入河中。そして足をヨルダン川の中に浸しなさい。灵城的提升。灵城。
属灵程度的提升，霊的な程度が高くなるんですよ。标准要求提高，そして基準もだんだんと高くなりました。所以我们今天信耶稣，你不要老是停留在幼儿班呢。ですから今日この信仰に入ってていつまでも幼稚園のままではいけないんですよ。我们不否认，私たちは否認しません。这次交流会，今回の交流会では大家都很可爱啦。皆さん本当可愛いですよ。最可爱是幼稚班，本当一番可愛いの幼稚園です。好，那么叫你在幼稚班好吗？じゃあ皆さん、あなた幼稚園に行っていいですか？叫你现在在幼稚班那边表演好不好？今皆さん幼稚園に行って。なんかやってもらえますか？啊，你上课啊，现在在聚会，给你一颗糖，好乖，一颗呢，来一颗糖糖。そして授業してる時に皆さんに飴を一つ配って、あ、今日はいい子だったねと言えますか？一定会皱起眉头。まあ必ず皆さんシワを寄せるでしょ。我是大人呐、啊，私は大人ですよ。把我当成小孩看呐、啊。私は子供だと重く見ないでください。阿门，阿门。你是大人，あなたは大人です。什么大话？怎么大话？怎么一个大话？どんな大人と言うんですか？不是头大。頭が大きいわけではありません。声音大。声が大きいわけではありません。是什么？何ですか？灵性大。霊性が大きい。灵性高。霊的な程度が大きいんですよ。力量强。そして力が大きい。怎么证明？どうやって明かしますか？脚代表什么？足は何を意味しますか？代表你的行为。あなた行いを表します。所以一个真正有信心的人。ですから本当に信仰のある人。是要行出来。行いを表すんですよ。神啊，我爱你。神様、私はあなたを愛して。神啊，我相信你。私はあなたを信じています。你信我。私は信じる。真的信我。本当に信じていますか？我讲的话你有没有听？私の話した言葉はみんな聞いていない。听就行出来。聞いているなら行ってください。约旦河水涨出来了。ヨルダン川がいっぱいいっぱい溢れてきました。踏下去。足を踏み出して。踏下去。足を踏み出しなさいと。踏下去我就完了。踏み出したらもう終わってしまいますよ僕。你先把直樹、你先直樹、你先踏踏看。直樹先に行け、直樹先に行ってください。直樹你没死，我才跟你呀。直樹死ななかったら私はついていく。你死了，我说还好，是范逸同工死，我还在活。直樹行ってしまう。また私はまた大丈夫だと。对不对？そうですか？不是这样子的。そうではないですよね。祭司扛约柜，脚要踏进去。祭司が契約の箱を担いでこの川の中に足を踏み入れるんですよ。你又不是祭司。あなたは祭司じゃない。我也不是祭司。私も祭司じゃない。真的吗？そうですか？出埃及记。出エジプト記。十九章。十九章。出埃及记十九章第六节。出埃及记第十九章の六節。你们要归我做祭司的国度，为圣洁的国民。这些话你要告诉以色列人。あなた方は私に対して祭司の国となり、また聖なる民となるであろう。これがあなたのイスラエルの人々に語るべき言葉である。十九章的第一节怎么说？十九章第一節はどう言ってますか？以色列人出埃及地以后，满了三个月，满了三个月。イスラエルの人々はエジプトの地を出て、後三ヶ月目のその日に、他们来到西奈旷野。シナイのアラヌに来た。就在宣布西奈山之约。そしてシナイのアラヌにおいて約束をした。契約を立てた。出埃及就是过红海啦。出エジプトを出ることは航海を渡ることですよ。过红海就是受洗啦。航海を渡ることはエジプ、バプテスマを受けることですよ。受洗满三个月哟。バプテスマを受けて三ヶ月。所以我们不要老是用这个做借口啊！对不起哈，我才刚洗礼了，我是婴孩了。ですから私はまだバプテスマを受けて間もなくて赤ちゃんみたいなもんですと。你信主多久？我才一年啦。あなた信仰に入ってどれぐらいさ？私まだ一年ほどです。我才三年啦。私まだ三年ですと。属灵你要满三个月。で、你属するものとして三ヶ月。西乃三之约就告诉你。シナイ山のこの契約はこう教えてるんです。你要归我做祭司的国度。あなたは私の祭司の国となる。这是对谁说的？これ誰に向かって言ってるんですか？全以色列百姓。すべてのイスラエルの民ですよ。所以我们今天受洗进入真耶稣教会。ですから今日バプテスマを受けて新約教会に入ったら。只要你满三个月。あなたが三ヶ月過ぎれば。你不要说我又不是长老、执事、传道、负责人、教员，我通通不是。まあ、私は長老、執事、伝道者でもなく、責任者でもなく、教員でもないと。そう、你是不是真耶稣教会的？あなた真耶稣教会のものですか？是。そうです。你洗礼多久了？バプテスマ受けてどれくらいですか？六个月。六ヶ月。够了。足ります。这里讲三个月。ここで三ヶ月しか言ってない。所以你就要做祭司。ですから、あなたはもう祭司となるんですよ。千万不要忘记。決して忘れないでください。只要你受洗满三个月。あなたがバプテスマを受けて三ヶ月経ったら。你就要做祭司的国度。扛约柜。踏约旦河。あなたは祭司の国となって、祭司となって、契約の箱を担いで足を踏み入れなきゃならないんですよ。所以我们今天不要在这边老是躲在温室的花朵啊。ですから今温室のその中に置いて隠れていてはいけないんですよ。重过约旦河谈个人灵修。そしてヨルダン川を通ることをもって個人の霊的修行を語る。一天到晚读圣经，读圣经，祷告，祷告，读圣经，祷告，祷告。
まあ、毎日聖書を読んでお祈りして、毎日聖書を読んでお祈りをして。理事長様、何してるんですか。我在灵修啊。我在霊的修行してますよ。这是灵修的第一步而已。これは霊的修行の第一歩ですよ。灵修的第二步呢？霊的修行の第二步は？走出来。歩き出す。因为道理你知道了。真理はもう分かった。你也祷告了。お祈りもしました。现在就是什么？今何が残ってるの？道理就是轨道。道理就是轨道一样。この真理というのは一つのトンネルなんです。圣灵就是动力了。そしてこの聖霊というのは動力です。第二步你要走出去。第二歩としては歩き出すんです。你的脚就踏入河中了。この足は川の中に踏み入れなければならないんです。一个姐妹。ある姉妹が很注重读经啊，本当に聖書をよく読んでいます。注重祷告啊，そしてお祈りも非常に重視しています。他妈妈跟我说，所以お母さん私に言ってきたんです。伝道者，我的女儿一天到晚在灵修。私の娘は毎日霊的修行していると。我的家务做不完。私は本当に家事が終わらない。我说女儿啊，帮妈妈做点家务好吗？では娘よ、どうか私の家事を手伝ってもらえませんかと。灵修时间勿干扰。霊的修行の時間は私に干渉しないでください。我贴了一张在门口。もう本当にそこに紙を貼っているんですよ。我说传道我怎么办？伝道者私はどうすればいいんですか？你回去奉主耶稣圣灵把它撕下来。あなたは家に帰ったら主耶稣様皆によってそれを取りなさいと。你告诉他。そして教えるんです。传道讲的。伝道者が言った。灵修不是在里面的。霊的修行は中じゃない。灵修是要走出来的。霊的修行歩き出すんです。灵修是要在日常生活表现出来的。霊的修行は日常生活において行うものだと。灵修不是一天到晚跪着读经祷告的。霊的修行は毎日お祈り、あ、聖書を読んでお祈りすることじゃないと。有一天典中执事娘打电话了。ある日、乗松知事の奥さんが電話してきて。あ、传道对不起、传道娘在吗？伝道者すいません、伝道者奥さんいますか？我在三楼、他在二楼祷告。で、私は三階に行って今二階にいる。他说不好意思。あ、すいませんね。我说不用不好意思。まあ、すいませんじゃなくていいよ。接电话是传道人应该做的工作。まあ、電話を受けるのは伝道者すべきことです。每次打电话来。毎回電話してきて。我在祷告、对不起。まあ、私はお祈りしてるんです。すいません。都不接电话。だから私は電話取らない。传道怎么知道你不知道？我一天到晚在祷告。あ、伝道者どこにいるんですかって、私は毎日ずっとお祈りしてる。大错特错。間違いですよ。はい、第二次又打来。そして二回目また電話してきて。传道、对不起。伝道者すいません。传道人。伝道者奥さんを探して。还在祷告。まだお祈りしてる。已经谈完了。刚才第一次已经谈完。まあ、さっきの一回はもう終わりましたよ。再打来。また電話してきて。是很关心我们老人呐、啊。まあ私たちを気遣ってくれてるんですよ。因为传道人来这里哈。まあ伝道者ここに来て。那牧人教会就是有点中执事娘代表好了。まあ、乗松主事の奥様が、すみません、を代表すればいいですね。女性照顾女性。まあ、女性は女性のことを気遣って。ルディア主事也是女性都照顾传道娘。で、ルディア主事も同じように、まあ、伝道者の奥さんを気遣っていて。伝道主事娘と開车、带着主事娘、带着传道娘。ですから、乗松主事の奥さんは、まあ、車で、まあ、伝道者の奥さんを、あちこち連れて。一個人の愛心就是全牧田教会的愛心。まあ、一人の愛というのは、全積田教会の愛ですよ。我绝对不会认为只有伝道主事娘在愛传道娘。まあ、私は乗松主事の奥さんだけが伝道者奥さんを愛しているとは言いません。这是真心话。これは本当の言葉です。因为他代表牧田教会。なぜか彼女が墨田教会を代表しているんです。所以我们对牧田教会全体都很感激。ですから私たちは墨田教会すべての信者に感激しています。假如我们只感激伝道执事娘，那我们大错特错。もし私たちが乗松知事の奥さんだけに感謝するならば、それは間違いです。我们离开来讲牧田教会，我们怀念。私たちは墨田教会離れて。そして懐かしく思います。所以什么叫做灵修？ですから霊的修行は何ですか？不是一直跪在那里祷告。いつまでそこにひざまずいてお祈りするものじゃないんです。就是这个做妈妈的。例えばこのお母さんに話叫你的女儿来娘来てください上课授業を受けなさい上灵修课霊的修行の授業を受けなさい灵修课霊的修行の授業何ですか开始做家务まず家事をすること怎么洗衣服どうやって洋服を洗うのか怎么收衣服どうやって洋服を洗うのか怎么扫地そしてどうやって掃除するのか怎么煮饭どうやってご飯を作るのか怎么洗碗どうやってご飯茶碗洗うのか通通要教他做全部教えなければならない这个都不会これは全部できない。一天到晚在那边读经祷告没有用。毎日そこでただ聖書を読んでお祈りするだけじゃ何の意味もありません。聖经里面怎么讲？聖書なんて言いますか？行孝，把孝道行出来。あ、その孝行を表すんですよ。教导子女在家中行孝开始。自分の子供たちに親孝行することを家の中で行うように導かなければ。所以你一天到晚说我信神。ですから私は毎日神様を信じるという。我也信神。私も神様を信じてます。大家都讲信神。みんな誰もが神様を信じてるという。有谁比我们还信神？你们知道吗？谁？誰が私たちより神様を信じてると思いますか？有没有人敢讲出来？言える人いますか？我们都是信神的，还有谁信神？私は神様を信じてるけど、あと誰が信じてるんですか？讲错也没关系。まあ間違ってもいいですよ。还谁？点头。誰ですか？讲错没关系。間違っても別に構いませんよ。大胆一点。大胆に。雅各书。ヤコブの手紙。好了，让雅各讲哈。じゃあヤコブに話してもらいましょう。我们派雅各做代表。ヤコブ代表にいたしましょう。一个人懂就大家懂，雅各懂就大家懂。来看雅各书。
一人が分かればみんな分かるし、ヤコブが分かればみんな分かることになるでしょう。第二章の十九節。第二章の十九節ですね。雅各书二章十九节。雅各书二章十九节。你信神只有一位，你信的不错，鬼魔也信呐、啊，却是战惊呐、啊。あなたは神はただ一人であると信じているのか？それは結構である。悪霊どもでさえ信じておののいている。二十节。二十節。虚浮的人呐、啊，你愿意知道吗？没有行为的信心是死的。ああ、愚かな人よ。行いを伴わない信仰の虚しいことを知りたいのか。十七節。十七節。这样信心若没有行为，就是死的。信仰もそれと同様に行いを伴わなければ、それだけでは死んだものである。二十六節。二十六節。身体没有灵魂是死的，信心没有行为也是死的。霊魂のない体は死んだものであると同様に、行わない信仰も死んだものなのである。你要过约旦。ヨルダン川を通ります。就是胜过拦阻。それはこれ障害を克服することです。神叫我们过约旦河，我相信。神様私ヨルダン川を渡りなさいと言って、私は信じました。神叫我要把脚踏下去，我也相信。神様私足を踏み入れなさいと言って、私は信じました。但是我就踏不下去。しかし私は踏み出せない。我相信神讲的话没错。神様話した言葉は絶対に信じたと信じています。是迟疑不决，踏不下去。しかし絶対にその決心が下せない、踏み出せない。就是行不出来。それ行えないということですよ。这样子有什么用？これだったら何の役に立ちますか？所以我们今天。真的要证明我们是信耶稣的。ですから今日私たちは本当にイエスを信じると証明するために。我们是相信独一真神的。私は唯一の誠の神を信じると証しするために。你不止过伯拉大河，不止过红海，你更要听神的话，过约旦河。このユフラテ川を渡るだけではなく、航海を渡るだけではなく、神様の言うことを聞いてヨルダン川を渡らなければならない。要证明你真的过约旦河。本当にあなたがヨルダン川を渡ったと証明するんですよ。行动付出来。そうすると行動を伴うんですよ。你不付出行动，你哪里有办法？行動を伴わなかったら何ができるというんですか？所以我们刚才所谈的那个见证。ですから先ほど言った証も一样的道理。同じことですよ。我去访问一个家庭。私はある家庭に訪問しました。这个姐妹生病了。この姉妹が病気になりました。病得很可怜。まあ本当にとても可哀想です。大家又要经济帮助。で他の人たちはみんな経済的に援助して。物质上还要照顾。物資の上でも、面倒見なければならない。但是我一进到家里，地上哦。就从门口拍拍拍拍拍 ，DVD DVD DVD DVD， 哦，录影带录影带录影带，想要过去还要跨过去。你是怎么这么多录影带？嘛，しかし私は彼女の家に行ってみたら、ドアを開けた瞬間、DVD とビデオデッキがいっぱい並んであって、そして私はそれを撮るときも足をこうやって上げていかなければならない。这是好朋友借我的。これは友達がみんな貸してくれたんです。这个都很贵吧？まあこれはみんな高いでしょ。要钱的，他出钱的。お金いらないですよ。彼が出したんだから。どうぞ。啊，你要看这么多怎么看？じゃああなたこんだけいっぱい見れますか？我就是要赶快看的，一个礼拜都看完，再换一个礼拜看完。ですから私は一生懸命一週間に全部見終わらせてまた帰るんですよ。不是身体不舒服吗？あなた体調子悪いんじゃないんですか？是啊，我就坐着看哦。そうですよ。だから私座ってみるだけですよ。看着不舒服就休息，好了再看哦。だから座って気持ち悪くなるまで見て気持ち悪くなったら。大家都在宣布为你祷告了，你知道吗？でみんなあなたのために助動してるじゃん。是啊，感谢主，我知道啊。そうですね。主に感謝します。私知っていますよと。哦，真的啊？本当ですか？说啊，你祷告耶稣，让你快快好，是不是？で、あなたは主にお祈りして早く良くなりたいんですよね。你相信大家为你祷告有效，是不是？で、みんながあなたのために助動することは効果あるというふうに思ってますよね。那你不祷告有什么办法？じゃあなたお祈りしたかったら何のために？这些录影带全部都是约旦河水。この、DVD とかビデオというのは全部ヨルダン川の川。你怎么样让录影带能够停止？なぜあなたはこのビデオによって止めてしまう。你的脚要踏下去。あなたの顔は足は踏み出す。行為要付出来。行動を伴わなければならないんです。我停止不看。私はこれをもう見ない。你不付出行動。あこの行動を起こさなければ。相信耶稣会救你。ただイエス様が助けてくれると信じるだけじゃ。你相信大家有爱心在为你代祷。そしてみんなが愛を持ってあなたのために助動していることを信じて。你是祭司啊。あなたは祭司ですよ。你自己要脚踏下去。まず自分の足を踏み出していけ。这是你个人的灵修。これはあなたの個人の霊的修行です。灵修就是行为的表现。霊的修行で行いを表すことです。这才叫做灵修。これが霊的修行です。你不踏下去。あなたは踏み出さなければ。这个约旦河水。このヨルダン川の。录影带还是继续冲了。このビデオというのはいつまでも流れてくる。对不起。すみません。你为什么没有行为的信心是死的？あなたはこのように行いを伴わない信仰で死んでるんですよ。因为亚当城下来就把你冲到死海了。なぜならば、アダムの町から流れてくる水が、あなたを視界へと流すんですよ。我光是一直看这个录影带，我就会死吗？私はこのビデオを見るだけで死ぬんですか？这不是我咒诅你。
これは別に私はあなたを呪ってるわけではありません。这是圣经的话。これは聖書の御言葉です。我们刚才看到加拉太书怎么讲。ですからさっき私が言ったカナンの名前と民は何と言いましたか。情欲的事都是显而易见。情欲のことというのは全て明らかなんですよ。习以为常。就是习惯成自然。あ、習慣で、が身についてしまったんですね。就是这样、大家都这样的。看录影带就是大惊小怪。你这个老传道真的是太老顽固了。まあ、ですがこのように DVD でビデオを見ることは当たり前なことであってこの同伝道者は少し頭固いと好管不管東管西管看錄影帶你也管、まあ、良いことを管理すればいいのにあれもこれも管理してビデオを見ることもそれも管理するというのだ我说你发音错了啦是关心啊不是管啦、まあ、しかしこれは管理するんじゃなくて、気遣っているんですよ所以我担心你过不了耶旦私はあなたがヨルダンが渡れないことを気遣っている真的脚踏下去你这个河水才会停 あなたが本当にこの足を踏み出すことによって川の水が止まるんです你相信耶稣会救你あなたはイエスがあなたを助けると信じている。你自己也要負責任哦。しかしそれはあなたも責任を負わなきゃならない。負責任就是脚踏下去。あなたは責任を負うためにこの足を踏み出さなきゃならない。話再讲回来。まあ話を戻します。换另外一个角度。違った角度から見て。有人常常说。ある人が言うには。哎、我们目下约瑟只是、哎呀、好见了都不会讲话。まあ私たち木下ヨセフ氏というのは、いつも黙っていてあまり言葉を少讲话、まあ、なかなか話をしない。才不像你这个老传道太多话。まあ伝道者みたいに多くの言葉を話しませんと。你讲了十句一百句，他都讲不到两三句。まああなたが十の言葉、百の言葉言ってもヨセフ氏はもう本当一言二言ぐらいだと。我要叫他去读神学院。それで今神学院を勉強参加神学训练。で神学訓練に勉強する。谈何容易。なんと難しいことか。哎、他自己也挣扎。まあ、自分だって悩んでいましたよ。いや、不容易や。本当に簡単じゃありませんよ。也从来没有跟爱人分开了。また、自分の妻と離れたこともないし。要去三期、一期又一期ね。まあ、本当にそれで一度、一回、二回、三回で行って。挣扎考虑很久。まあ、そして本当に、いろいろなことを悩んで考えて。要不要去呀。本当に行くべきかどうか。大家鼓励。皆さん励まして。爱人百分之百鼓励。そして妻は 100% 支持すると。百分之百支持。100% 頑張れと。哎呀、みやみや就是みやみや。最小的幺儿啊！まあ本当に、末っ子は末っ子なので比较不容易啊哈！まあ本当に簡単じゃありません。感谢主啦！主に感謝です。终于踏出去了，そしてやっと踏み出したんですよ。祭司、祭司、扛约柜、契約の箱を担いで踏下去，足を踏み出した。虽然很多的拦阻，多くの障害はあったけれども，一踏下去，踏み出したら很奇妙的，不思議なことです。本来真的是没有办法，本当はどうしようもなかったのに。啊，去读第一次回来，一度行って帰ってきたら，就把所有的行李通通带回来啊。すべての荷物を持って帰ってきたんです。哎呀，我的老同学在台湾啊，跟他说，你不留一点吗？通通要带回去吗？うちのクラスメートが彼に聞いたんですね。全部持っていくんですか？もう少し残したらと。我想我没办法再来，通通带回家了。まあ私は多分もう来ることはできないかもしれないので全部持って帰ります。我的老同学在神学院也是讲没办法，要尊重啊。でうちの、クラスメートもですね、まあ尊重しなければならないと。大家再继续鼓励。そしてみんな励ました。约瑟只是又带着执事娘又跑到横滨，我们再谈再鼓励。そしてヨセフ執事は奥さんを連れて横浜に行って、私たちはさらに話して励ました。大家帮助祷告。そしてみんな助けてお祈りして。最关键的还是他的爱人。大事なのは奥さんですよ。感谢主，感謝ね。终于还再去了。そしてやっとまた行きました。又扛起约柜。そして契約の箱を担ぎました。脚再踏下去。足はまた踏み出しました。拦阻又停住了。障害は止まったんですよ。排除万难。すべての万難を排して。再去了。また行きました。你们相信吗？皆さん信じますか？再回来。また戻ってきて。怎么都没有带回来了？何も持って帰ってきてないんですよ。你这次怎么全部都放在那里了？まあ全部忘れてきたんですか？很快，剩下一期就结束了。まあ早いです。あと一期で終わりですから。我们星期五在这里聚会啊。まあ金曜日ここで集会して。他在台湾聚会啊。彼は台湾で集会して。透过集会放送啊。そして集会放送を通して。听了旷野的路程啊。あれの道のりを見て。很感动啊。感动しました。打电话给他的爱人啊。電話して奥さんに言いました。爱人啊，你有没有听旷野的路程啊？妻あなたはあれの道のり聞きましたかと。感谢主啊，我的爱人传道娘早就想到爱娟的这个约瑟执事娘跟于和同工说，你给我录几片，一片当中就是要给点松执事娘的，不就给这个的约瑟执事娘。まあそして、奥さんがですね、要は兄弟にテープを準備してくださいと言って、そのうちの一つがヨセフ執事の奥さんに渡すものなんですよ。所以我告诉我的传道娘说，哎呀，你做得好。他就告诉爱娟说：“你要赶快告诉你的爱人约瑟执事说，传道娘已经把这个
旷野的路程交给我了。そして伝道者の奥さんがもうあのヨセフ氏の奥さんに渡されたのですぐにヨセフ氏に電話してもヨセフのあの伝道者奥さんから渡してもらいましたと。记得吗？我们学生联谊会。まだ私学生連合会覚えてますか？在墨田举开的时候。隅田で行った時です。好，约瑟只是在这里见证神学院的生活。ヨセフ氏がここで神学院の生活について紹介しました。我跟先知是坐在后面听。私は先知氏ですそこで聞きました。我们两个坐一起。私は隣同士座りました。我怎么听到旁边有人在掉眼泪在哭泣？我感觉先知只是在哭啊。それで私は自分の隣に座っている先知氏が泣いている姿を見たんです。約瑟只是一直见证，先知一直掉眼泪。ヨセフ氏が証をしている中で、先知氏がいつまでも涙を流している。感動的眼泪是高兴的眼泪。本当に感動の涙で喜びの涙です。想不到的眼泪。本当に思いもよらなかった涙です。そして私に言いました。不一样啊。違うと。他本来是不敢讲话的。まあ本当に話の少ない。好像不会讲话的。そして全然言葉がない。在台上讲的这么有力量。しかし今この言葉に力が。讲的这么有力。そして今順調に話している。怎么来的？どっから来たのか。打下去。踏み出したことです。开始的阻挡多大？初めの障害はどんな大きかったか。你想要去神学院？あなた神学院行きたい。一旦河水来了。ヨルダン川の水が来た。一直拦阻。いつまでも障害が。很多的因素。多くの要素がある。踏出去。しかし踏み出したら。不一样啦。違うんですよ。这就告诉我们什么？これは何を教えているのか？一定要自己行为付出的。自分自身がその行いを表さなければならない。别人再怎么鼓励。人がどんなに励ましても。道理讲得再怎么好。真理がどんなに良くても。你证明你有信心。あなたは信仰あると。魔鬼也信。悪魔だって信じてるんですよ。但是我们不要像魔鬼一样信得花朵。しかし私たちは悪魔のように恐れおののいではいけません。那就太可惜。それだったら残念ですよ。信得勇敢一点。信じるときは勇気信も刚强一点。信じるときは強く思って。信得把脚踏出去。信じて足を踏み出すんです。一定要记住。覚えてください。过红海是杖伸出去。航海のときは杖を差し伸べたんです。过约旦河是你的脚踏入洪流。ヨルダン川を渡るときは自分の足を川に踏み入れるんです。为什么？なぜか。你有约柜。あとで契約の箱があるからです。为什么？なぜか。耶稣率领。イエスが率いてるからです。所以我们今天如果真的这样子相信做出来，你就过约旦了。ですから今日私たちがこのように信じて行うならば、ヨルダン川を渡ったということですよ。你个人的灵修，从负面来讲，所有的诱惑、打击、阻挡，全部被你打败。まあこのヨルダン川を渡ることを通してあなたに対する誘惑、打撃、攻撃というのはすべて打ち負かしたんですよ。从正面来讲，你脚一踏出去，你就能够平安顺利的。度过约旦。そしてプラス方面から言えば、あなたが踏み出したこの一歩によって平安や祝福がやってくるんですよ。同心まだ。黙祷いたします。アメン。あ、我看大家比较疲倦哈，所以皆さん疲れてるかもしれませんのでね。多给我们休息一下啊。少し休憩しましょうか。あ、最好去洗脸。まあ一番いいのは顔を少し洗ってくる。我们本来到五十分才结束，我提早十分钟。本当は五十分なんですけども、ちょっと十分前に終わりました。等下祷告。付出啊！次祈り会ですので皆さん頑張っていきましょう。去洗脸，去喝水，去活动活动。か顔洗って。二十分给你们休息。是不是？行動してみてください。谢谢。我们喝我们的水。干嘛的干嘛的，多么的感谢。